はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今ですね、日本に来ています。この帰国に際して、皆さんも知っていますように隔離期間を経なければなりません。今私は7日間のですね隔離期間を得るということで今ホテルに来ています。私の場合は3回接種をもしていますので、3日間の滞在期間で終わるのか、それとも7日間ということだったんですけども、基本的には7日間ですね、待機をしないといけないということで今ホテルから映像を撮っています。空港の中でですね、かなり待たされたんですけども、それでも比較的早く出ることができて、そして今2日目なんですけども、こうやって映像を撮っています。久しぶりのですね、日本ということで、どうですかね、変わったことがあったかどうかは分かりませんけども、やっぱり空港の中がすごく閑散としてるなということを感じました。人が少ないっていうこともそうですけども、例えばバスがねこの運休になっていたりとか、いろんな交通手段がこう、使えなくなっているんだなということをですね、感じました。で、今日はその話ではなくて、このチョンミョウですね、臭病というんですかね、こちらにこの、見納めではないんですけども行ってきた映像がありますので、そちらをご覧いただいてですね、これは要するに、歴代の王様と、王妃がですね祀られている、位牌をこちらに安置して、そして、祭祀を行っているということで、祭祀は今もですね続いていて、毎年の5月の初めの日曜日に行われているということですね。韓国ではチェサとかですね、言うんですけども、こういったことがこの朝鮮の王様、歴代の王様をですね祀ってはいるんですけども、何よりもここで注目したいのはこの建築ですよね。この建物の建て方とか建物の雰囲気っていうんですかね、私も建築に関してはそこまではその専門的ではないのであれなんですけども、ここのそのチョンミョに今行った時に、一つこの韓国ならではの建築っていうんですかね、今までの疑問がかなりこうすっきり解決したというところがあってですね、韓国に行った時に、とてもこのキョンボックもそうですし、いろんな宮殿なんかを見た宮殿もそうですし、そうですね、いろんな建物なんかもそうなんですけども、すごくこの庭はあるんですね。韓国というのは庭というものがあります。韓国も庭はあるんですけども、この庭には何もとても広々としてるっていうんですかね、何かこの木が植えてあったりとかっていうところがあまりないのを見かけるんですね。で、それは日本人だからそうに感じたのかわからないんですけども、当初私は韓国に来てとてもそこら辺がこの庭なんですけども、何かとても広々としているところに、物足りなさをちょっと感じたことがあったんですよね。で、このチョンミョに行った時にも同じようにですね、この大きな一番大きなですね、建物、この正殿ですね、正殿が正しい殿と書きますけどもあるんですけども、広々とした、でその位牌ですよね、位牌をこの祀ってある場所がこの細長くなってるわけですよね。日本ではあまり見られないような構造ですよね。横に細長くなってるわけですよね。で、その前はですね、大きなこの、庭になってるわけなんですけども、ここで要するに、たくさんの人が、チェサーっていうんですかね、祭祀を行っていくというようなところではあるんですね。で、じゃあこれはどうしてそうなのかと、2つの点なんですね。で、私も以前、ビデオですかね、映像でこの、ヤンバンとは何かについてお話をしましたけども、この死んだ時の霊魂ですよね、死者と生者ですね、今生きている人と死者とのその境目がこの大きな庭とですね
まあ、霊廟位牌とのその境目だというわけですね。でここにはですね大きなこの階段みたいな高さが、まあ大体 1.5 メートルぐらいなんですけども、高くなってるわけです。一段高くなってるわけですよね。そこに位牌がこうあるということで、まあ、そこは死者の世界ということですね。そして一段低くなっている大きなこの庭のところがですね、まあ、聖者の、まあ、生きている人、今の私たちが生きているこの現実の世界だというふうな人の構造になっているというんですね。でそこ その生きている人たち その空間ですね、まあ、庭といわれば韓国ではマダンと言いますけども、そういった庭マダンがとても広々としている、なぜかということですよね。これは要するにその祭祀を行うための空間であるがゆえに、いろんなことを、まあ、祭祀というのはいろんなことをできるわけですよね。まあ、そのための一つの空間であって、まあ、いろんな人がこう自由にですね、入ることができる。そしてこの多彩なですね、まあ、行事っていうんですかね、いろんなことができるというところで、そういった大きな空間になっているということなんですね。で比較的じゃあ日本というのはどういうなこの庭なのかというと、まあ、いろんなものがこう、まあ、木が植えてあったりとかにこの池があったりとかですね、あると思うんですね。まあ、そういう意味では見るためのもの、日本の場合は庭を見るためのものなんだけども、まあ、韓国、まあ、朝鮮ですね、朝鮮の儒教的なものはどちらかというとその入る人が入るための、そしてそこで何かこう死者と生者との間の中で、この交流するっていうんですかね、行き来するための、まあ、空間であるということですね。ですからちょっと難しいんですけども、死者と生者が分かれてはいるんですけども、まあ、そういった祭祀の時にはお互いにですね、まあ、交流し合えることができる、まあ、そういう空間であるというところで、以前私もこのヤンバンというですね映像も撮りましたけども、そこにもお話をさせていただきましたけども、この死者と生者のですね、その境の中で交流していくというような世界がこの儒教、まあ、特にこの朝鮮儒教の中にはですね、まあ、あったんだというところが特徴的だというふうに思います。どちらかというと先ほどもその私がこの庭という話をしましたけども、この庭というのは月、まあ、韓国でウォルテというんですね。ウォルテ、ウォルというのは月というですね、デというのは大なんですけども、まあ、月の大というんですね、書くんですけど漢字で、でそこが要するに、まあ、空いているというですね、空きの部分であるとですね。ですからとてもこの不確実的な要素を含んだ、何ですか、まあ、決まってはいないというんですね。その中にいろんなものが自由に入って、そしていろんなことができるというところがこの月台、ウォルテというところになります。まあ、映像の中ではですね、まあ、そういった内容も含めて見ていただければですね、これがチョンミョウの一つの重要なですね、まあ、ポイントになるんではないかというふうなことがわかるというふうに思われます。なかなかですね、この韓国朝鮮のいろんな宮殿とか見てもですね、まあ、いろんな説明は受けるんですけども、いまいちこのピンとこないところがあると思うんですけども、まあ、そういった死者と生者のその交流のための、まあ、祭祀ということを考えていただいて、空間なんだというふうに考えていただくとですね、よりまた深く朝鮮や韓国の文化をですね、まあ、知ることができるんではないかというふうに思います。まあ、そういう意味では私はそのこの韓国の家にですね招かれたりするとですね、まあ、とてもこの広々としている何ですかね、今部屋がこうすごく目立つんですね。まあ、日本ってどうですかね、狭いところの中でですね人々がこう生活をするというところがあると思うんですけども、まあ、そういった点を考えるとこの広々としたところで、まあ、いろんなことができるようにというような要素がこの家の中にも応用されていると、まあ、それは結局は、まあ、朝鮮時代において建てられたそういった宮殿の構造の中から影響もあってですね、今の、まあ、住宅の建築にももしかしたら一つのこうつながっている部分もあるんではないかというふうなことも感じます。それではですね、チョンミョウを、皆さんと共に見ていきたいと思います。
you.